まして、バレーヒルの新製品のバームです。こちら2種類あるんですけども、まずこちらがデビルジグと、こちらがデビルシェイカーのこの2つです。でこのデビルシリーズなんですけども、テスターの平川さんという方が主に作られています。でまずジグの方ですね。こちらあの以前にデビルジグ同じもの出てたんですけども、2017年こちらがリニューアルしました。で変わった部分としましては、このヘッド形状が変わりました。で変わったことによって比重が重たくなったので、シルエットが以前のものより小さくなっています。それとですね、あのガード、こちらガードなんですけども、以前のもの少し柔らかくて気に引っかかったりしてたんですけども、ガードは強化されたために強くなっています。あとフックですね、フックも少し太軸になっていますので、しっかりとバスをかけてカバーから引き剥がすことができます。こちらがリニューアルのデビルジグです。それのトレーラーですね、デビルシェイカーです。デビルシェイカーがこちらのパーツがたくさん付いています。でこの左右の手ですね、こちらが一番アピールの部分なんですけども、こちらの部分がこう左右上下に触れてバスをアピールして刺激します。あと下の部分もですね、このリフト&ホールしていただくと、リフト&ホールの際にこうチョコの部分もしっかりとピリピリと動いてくれる。あとこの両端の細かいところですね、こちらも全て動いて総合的な面で誘いやすくなる。ぜひこのデビルジグとデビルシェイカーでセットにして使ってみてください。